願いします。皆さんこんにちは。いきなし質問なんですけども、皆さんにちょっと食後の運動と思って、3つのツールって言って何のことですか、全然わかりませんって手を挙げてください。1人2人ってですね。じゃあ皆さん、ほぼほぼツールのことはなんとなく知ってると。じゃあ次これです。社会問題一般ではなくて、ある個人の人がいたとしましょう。こういう問題抱えてます。皆さんだったら3つのツールのうちのどれから使おうと思いますか。1人1個手を挙げてください。まずブランチ使ってみるっていう人。3分の1ぐらいかな、3分ぐらいかな。クラウド使ってみるっていう人。チョイスのアンビシャスターゲットツリー使ってみるっていう人。なんかこういい感じにこう見てると3分の1ぐらいです、分かれてるかな。私はこれ1つのアプローチですけども、たまたまですけども、アンビシャスターゲットツリーというのを選びました。まあ、目標としてそういった生活から脱出するっていうような、まあ、最初まず目標を具体的な言葉にして、それに対してなんでこれできないんだろうと障害を挙げる。でその障害一つ一つについて中間目標を決める。で中間目標一つ一つについてどんな順番でやってたらいいんだろうというふうな順番を決めて、最後にアクションを考える。まあ、こんなツールですよね。これをある中学生の女の子とやってみました。この子は何て言ったかというと、まあ、そのスマホ付けから脱出したいというよりは、バカ脱出したい、成績が悪かったんですね。で、障害を出すとこんな感じになって出てきます。やる気にならないとか、いつも一緒の仲間と怒られるとか、朝起きられないとか、で、まあ、最後に有益な補習が受けられないと書いてあるんですけども、学校で追試になると補習を受けないと。で、夕方4時ぐらいから7時ぐらいまで拘束されるわけです。で、拘束される割にはあんまり自分の身になる勉強ができないなという、そういう意味なんですね。で、我々なんかなんで障害を出したら次中間目標を出さないといけないんだろうと、なんか不思議なことじゃないですか。ここからいきなり中間目標がなしに行動を考えると、大体考えつきそうなことって補習をサボるとかね、友達の補習の答案を移すとかね、そんなこと考えがちですよね。でも中間目標を立ててみると、補習、有益な補習が受けられないの中間目標が、補習を受けるとテスト勉強にもなってしまう。この中間目標が挟まることで、実は行動の方も、まあ、どうせ7時まで補習の時間があって帰れないんだけど、その中でも早く補習の課題を終わらせて友達に教えたり先生に質問したりするようにもすれば、この時間が有益になってテスト勉強にもなるんじゃないか、こんなことを考えてた。ところで皆さん、書き忘れじゃないんですけど、空白空いてますよね。期限を守って宿題ができるようになりたいという中間目標があったんですけど、アクションがどう考えても思い浮かばない。なんでツールパワフルだパワフルだってマスターリードファシリテーターが言ってるけどできねえじゃねえか、こんな時ってあると思うんです。そんな時どうしたらいいの。でここでじゃあ次はブランチでなんでこうなってしまうんだろうというのを分析してみようか、そんなことを考えました。こんなツールですよね。原因と結果があって箱と矢印がまあ箱っていうのは多くの場合付箋使ったりしますよね。で下側が原因で矢印のとんがった方が結果で、もし何とかならば結果としてこうですよ。3つのバージョン、もう皆さんご存知ですね。ほとんどの皆さん知ってると思いますので、割愛しますけども、なぜならばっていう理由をつけたり、カツをつけて読んだり、こんなツールです。これで分析しました。そうするとこの中学生の女の子、クラスメートと一緒に LINE のグループっていうのを作るんですね。でそこでチャットをしている。そうするとだいたい自分が家帰って夜9時ぐらいですかね、宿題をしようとしてると誰かしらそこにログインしてる。で誰かしらログインしてるってことは、そこのグループの中にポンと来てメッセージが届きました、可能性がありますよね。でそうすると LINE に対してメッセージを返せる。メッセージ返してる間は当然ですけども宿題中断します。でメッセージを返して、しかも誰かがログインしてると、また自分の返したメッセージに対してまたレスが来る。そうするとこう会話が始まっちゃうわけですね。でそうこうしてるうちになかなか宿題に戻れない。でやっと宿題に戻ってきたなと思うんだけど、まあ、そもそも、宿題に時間かかってしまう。なぜかっていうと、戻ってきた時にあれさっきどこまで読んだっけ、
さっきどこまで計算したっけ、さっき何やってたっけってなる。結局のところ、どん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 時間が過ぎていくし、あれって言ってる間にまたメッセージが来てるので、エンドレスループかまるし。言ってみればこんなことです。例えばです。集中して終わらせれば40分ぐらいで終われるような宿題。でも、宿題やって、チャットして、宿題やって、チャットしてと。こんな風にやってると、もしかしたら倍ぐらい時間かかるんじゃないかと。まあ、例えば5分刻みで宿題とチャットを繰り返したら、こんな感じになるんじゃないかと。でも、まあ、倍の時間で終わればいいかと思ってたんだけど、実際には11時になっても12時になっても宿題が終わらん。なぜかっていうと、このあれっていうのがあるから。さっき何やってたんだっけ。で、また同じとこ読んで、同じとこ計算してみたので、いつまで経っても終わらない。バッドマルチタスクって言って、これもう学術研究でも、これは生産性下げますって分かってるかもしれません。じゃあどうしたらいいの？これさっきのブランチですけど、ブランチでこんな悪いことがいっぱい上の方に生えてたら、根本問題手をつけましょうよねって教わってると思うんですね。でも根本問題って、失礼しました。根本問題ってこれじゃないですか。LINE グループでメッセージのやり取りしてて、自分の友達もたくさんログインしてる。この根本問題に手をつけるってことは、自分がグループ退会するか、もうチャットやめるか、どっちかしかないですよね。でもそれって、自分はクラスメイトと友達でいて、つながりを持っておくために入ってるから、全然解決になってない。なんだよ、ブランチ使えねえじゃねえか。根本問題に手がつけないんだけど、どうしたらいいの？じゃあ、っていうので、結局本質的な問題って、メッセージが来たらメッセージは返すんだけど、なんでなんだろうっていう、もうちょっと自分の、心の中に踏み込んでいく必要があった。で、じゃあ、というので、皆さんもうお分かりだと思いますけど、クラウドを作りました。まあ、クラウドというのは皆さんご存知の通りで、共通目標と2つの要望というのがあって、これは全部満たせたら最高です。でも、こっちの要望を満たそうと思ったら、時の行動と、こっちの要望を満たそうと思った時の行動は相入れないんで、どうしましょう。こんな論理構造をしています。彼女の場合はね、こんな感じです。ストレスのない学校生活を送るためには友達を大切にする必要がある。友達を大切にするためにはメッセージに即レスするべきだという感じ。普段やってることです。でも一方でストレスのない学校生活を送るためには宿題を終わらせる必要がある。宿題を終わらせるためにはメッセージには即レスしないべきだという感じ。どうしましょう。メッセージに即レスしない方が宿題できるはずなので、本来そうしたいんだけど、そうすると友達を大切にするのが難しい。こんな風に思ったんです。まあ、コミュニケーションの手段ですからね。やっぱり何かが来たらレスをするって人間として当たり前ですよね。なんで、まあ、レスをするっていうのは間違いないんだろう。そこで考えてみたのが、この即ってどんだけですかと思います。で、聞いてみたんですね。いや、一体何分ぐらいでレスしてんのって言ったら、まあ、1分とか3分とかそんなことを言うんです。確かにね、3分と。じゃあ本当にいつもいつも3分でやってるのって聞いてみると、いやでも、まあ、ご飯食べてるときは30分ぐらい食べてるときもあるし、お風呂入ってるときは40分ぐらいお風呂入ってるときもあるし、で友達だってやっぱり同じで、相手のメッセージをやってくる人だっていろんな自分の生活があるんで、30分とか40分とか1時間とかレスがないときもあるよ。そんな話なんです。でもやっぱり1時間とかだとあまりに遅いから、1時間ぐらい返事できなかったときは、あ、ごめん、今お風呂入っててねって返事できなかったとかって謝るって言ったし、まあ謝るってことは、それはレスが遅すぎるということで、じゃあ何分だったら謝らないでいいんだろうっていうディスカッションをしたら、20分ぐらい、こんな感じだったんです。で、20分って実は結構いい数字で、人間の集中力15分とか20分とかって言われますよね。なので、僕はじゃあ20分は OK なんだ、友達のことを大切に、十分してると言える時間なんだねということで、こんな作戦を立てました。とにかく20分やろう。で、スマホは部屋の外に置いて、見えないようにする、聞こえないようにする、気にならないようにする。で、チャット、20分集中したら部屋の外に行って全部メッセージを読んでいいし、好きなだけレッスンをしていい。でも全部レッスン書き終わったらまた宿題に戻ってきてという形でやります。こんな作戦が実はうまくいきまして、この問題分析だけじゃなくて宿題そのものにブランチを作りました。全部読みません。例えば現代社会だったら、概念をロジックで整理するために使うとか、例えば国語だったら
登場人物の気持ちを考えるためにこういうのを使ってみる。例えば歴史だったら教科書に書いてある歴史的な解釈とかその根拠が何なのかというのを整理してみたりとか、例えば理科だったらなぜなぜっていういっぱいあると思うんですけども、そういった概念をロジックでまとめたりとか、あと数学だったらこういった文章題ですね、長いやつも結構複雑ですけども、方程式を作ったり計算したりするのに使ったりとか、まあ、こんなことで使いました。で実際やってみたらですね、最初社会科1教科で始まったんですけども、今まで追試だったのがクラスの上位成績上位者になって学校の中で張り出されて、こんなところまで上がって、お母様がびっくりして先生に、電話をして、その張り出された紙の写メを取って送ってくださいって言ったぐらいで、本人もそういったこう社会科の答案の中にちょっと感想を書く欄があって、なかなかこの因果関係で考えて、なんでこんなことが起こったんだろうって考えるのが楽しいって。で先生もそれに対して、いやそれがまさに歴史の本質的なところだよね。で今は歴史から算数からいろんな教科に広がっていって、全教科補習から脱出して、今はもっと大学に行きたいということで猛勉強しています。こんな感じになっています。というわけで、3つのツール、失敗例も含めていろいろと紹介させていただきましたけども、やっぱりこう組み合わせて使うことで、その SNS の問題とか社会的にも大きな問題だと思うんですけども、そういった難問にも、もちろん使えますし、やっぱりそういう社会問題があるときの、やっぱり一人一人の個人を輝かせるために使えるというのが一番効果があることかなというふうに思っております。どうもありがとうございました。